もう入った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 。おお、これはいい。あ、これいい。よっしゃ、入った。うわ、3匹。なんじゃこれ。うわ、出た。あ、怖いね、怖いね、怖いよ。ほら、すごいね。美人。怖い怖い。すごい美人って言ったら怒られるけど。こんにちは。秋になってね、明らかにアジの釣果がね、いろんなところで上がってきてますよね。今日はね、そんなアジをね、狙っていきたいと思います。たくさん釣りたいね。釣れるかな。頑張ります。シーバスロッドで浮きさびきでもやるか。1回じゃね、コブが1つだとずれるんで、コブもう1個作りましょう。6回ぐらいね、輪っかを作ります。しもり玉を2つと、からまんぼう。で、カゴ。安心安全のケイムラパール、これでね、今日5号使おう。ちょっと小さめから試していきましょう。重りはとりあえず8号。半分ぐらいにちぎってね、ちょっとつけよう。さあ、台どうするか。なんか釣れましたね。なんだろう、なんだろう、イワシ。え、イワシ、サバだよ、その羽は。あ、イワシ。いや、イワシですね。めっちゃでかい。なんだこれ、なんだこの大きさ。割と上ですね、割と。幸先いいね。何でも釣れりゃ楽しいからね。みんなでコマセを協力して。コマセ効かしたら浮いてくるかもしれないですね。お、入った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 。おお、これはいい。あ、これいい。おお、おお、これシマアジでしょうね。うん。おお、シマアジですね。浮いてきてますね。コマセで。うん。うん、いい感じですよ。下くぐりますね。おっと、すいません。おお、おお。おお、おお、あ、ちょっと、あ、切れた。うわ、でかいんだ魚が。そうかそうか。しゃ、針をパワーアップ。ハリスも太くしました。エラスから切られました。よっしゃ、入った。来た。なんだろう。イワシっぽい。イワシかな。イワシを釣ったら絶対に釣るかも。サバ。サバ。小サバ。何なんだ。
でもサバエサになるよ。ねえ。うん、お、入った。釣れましたね。入りましたね。サバ。サバ。おっしゃる通りで。なんか釣れれば気が持ちますからね。あれ持ってよ。正気入った。うん、これはなんだ。サバ、ね、サバっぽいですね。うまく言っていいらしい。サバっすね。こんにちはっす。こんにちはっす。どうですか、今日釣れてますか。今日ね、釣れてますね。釣れてますか。いいですね。シマアジが釣れました。最近シマアジ釣れてますもんね。足元まで寄せましたけど。じゃあ口切れに。え、口切れに。いや、ハリス飛ばされました。いや、こんなでかいのが釣れるなんて思ってなかったんで、かっちょいっすね。なめろう店長見てますか。あ、なめろうさんね。なめろうさん。他の番組に。映ってますよ。初めて他の番組に。まあいいっすか、じゃあ一緒にゆっくりしてください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょこちょこ遊びに行きますんで。どんな感じでやられてるんですか。いや、今日は、まあ、神の仕掛け、そうですね、27、8のシマアジ1匹、うん、ハリス短いですね。そう、これ短めで、まあ、ホンテロンで、うんうんうん、花はどれぐらいですか。今は3メーター3メーターぐらいですか。ザヒロないぐらいかな、うん、ちょっと磯竿にして棚を深くしてみよう。これが王道でございます。お祭りしたらどうするの。よっしゃ、入った、うん、ビク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 してるよ。うん、マジかしマジかサバか。この3つのうちどれか。またね、この3の下にビク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 。うん、サバじゃないね。あ、うん、またね、ハリスちょっと落としたんでどうかなって感じ。やっぱりね、シマアジってハリス見るからね。あ、シマアジね。よいしょよいしょ。この大きさは売ってないかな。刺身しか売ってない。でかいね。やっぱ擦りつけると全然違うね。王道だね。これがやっぱり王道だ。これは完全に入ったでしょう。いい、下に突っ込むんで味系ですね。はい。おお、しなりしとる。おおいおい。ああ、無理やりやるとこの大きさは切れるからな。よいしょ。何が上がってる。さあ何でしょう。すごい魚体見えない。いや、すごいな。シマアジか。シマアジっぽいよ。よし。あ、しまいたね。はい、言い方。あ、マアジだ。シマアジ。ええ方やね。いや、はちょっと欲しくないから。しっかり手につかんでから針外してください。もう釣りできなくなっちゃった。ギュッと握るんですよ、ギュッと。今日終了しちゃいました、ね。今やろうとしちゃいましたよ。乗っかっちゃってました。これがですね、うん、この仕掛けが神の仕掛けって。神の仕掛けですね。見せちゃっていいんですか、神の仕掛け。あ、全然、まあ、本人から許可取ってあるんで。特に今の時のこの時期の島地にはすごくいいですよ、ね。うん、神のコマセもありますんで。神のコマセね、ちょっと真似しよう。素晴らしい島地でしたね。トゲのきつそうなシマアジで触っちゃうとこだったし。ステッカー欲しいんですけど。どうぞ。いいんですか。残り2枚なんで。貴
頂戴。ありがとうございます。僕もチーム榊ですね、これで。そうですね。やった。すごいですね、2人がかりで。そうですよ。何ですかこれ。3人で釣り上げました。右大臣と左大臣がすごいですね。ありがとうございます。スズメダイかな。あとはメジナと、おっ、でっかいメジナが下にいるね。ちょっと足元も少しやってみよう。そろそろ足元しか、こっちここで足元さびきやってる人いないね。ソラスズメダイ、だんだん紫になっていく、青が。お、浮き入ったね。よし、あ、島ですね。すごいすごい、取ってほしいアピール。おられますよ。はい、いいですね、原さんに。あ、原さんに、ええ、いいんですか。ええ、夕日が綺麗だね。黄昏時、黄昏時だ。すいません、真後ろに。これは乗ってる。よし、 OK。 喋ってんの。うわ、シマアジ。おお、すごい勢いね、シマアジ。あ、マジだ。マジか。おっと。マジマジ。マジの。おっと。マジの平ペッてんじゃない。太ったやつ。うん、いいマジだわ。マジだと思うんだけど、探せねー。うわ、でかいね。マジだね。でかいでかい。こいつ、ほら、もうギリギリですもん、ほら。ほら、ここ。あ、これですよ、多分。でっか。20から25センチ級の味だね、今釣れてるのは。よっしゃ、入った。あ、2匹いる。うわ、3匹。なんじゃこれ。うわ、出た。よし、入った。あ、今度ちょっと硬いな。頼む、単発でやってくれ。ああ、レンガけ。うん、でっかいウルメだね。めちゃくちゃでけえ。これなん、はい、ということでね、暗くなってきました。アジね、まだガンガン釣れてますけれども、もう満足したんでこれで終わりたいと思います。いろんな人との出会いがあった方が衝撃でした、ということでした。お疲れ様でした。えい、ノーカーン。これにサビキがついてて、このサビキをさらにこれ擦りつけて投げるんですよ。それだけ。まあ、トリックみたいなこと。そう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 。あ、もう百発百中ですね。ケイムラ、これぐらいの明かりでも、うん、海の中これ光ってくれるんで。なるほどね。あの、だいたいこの魚って色白がいいんですよ。うん、ありました。持ってってもらうと多分、うん、また僕の株が上がるんで。そうなの。いや、もうすでに株が上がってます。怖いね。怖いね、顔が。釣れました。釣れましたね。大女優さん。大女優じゃないです。もうこの顔見てくださいよ。ひどいでしょ。もうやだー。本当に。もうとすっぴんですいません。皆さん、原千秋さんですよ。頑張ります。まさか隼人さんに堤防で会うとはびっくりしたんですけど。見てくださってる。え、
あのチャンネルをずっと見てまして、で私はもうさっき本人にも言ったんですけど、釣れるでしょ、すっごいマサさんと共に見てて腹立つんですよそうだからもう見んのやめてたの。そうそうそう、もうね、悔しいからでもやっぱ見ちゃうんだよねすごいから。でそれで今日たまたま私が先にいたんですよね、うんうん、そう、そう、そしたら隣になんかお兄さん来たな、隣いいですか、あはいって言ってなんか見たことあんなと思ったけど、まあまあまあって思ってたら、まさかのハヤトチャンネル出会っちゃいました ね、 ね、はい、本当ね、僕が座った釣り座のお隣に、うん、ちょっとね本当にこれは真面目な話でオーラのあるね、ないない女性の方がいたんですよ。これ見たらわかるでしょ、もういや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 、やばいでしょ、お綺麗ですよ、お綺麗ですよ本当に、やばいです、やばいです、お綺麗です、ドスッピンすいません、いやいや47歳、すいません、ね、アラフィフがはい、いや本当にね、うん、オーラありましたよ、やっぱりないですよ、ないです、ないです、なんか僕と同じこうオーラを感じたんで、同じ、あもうね、確かにシンパシー感じるね、喋ってると楽しいね、怒られる楽しい楽しい、はい、え今日釣れたんですか。今日は釣れました、はい、私も釣れました ね、 ね、すごい原さんお上手でした、いやいやいや、はい、下手ですよ、まだまだちょっと今後、ね、あのハヤトさん、ハヤトチャンネルにお邪魔していろいろ行ったことない釣り場、釣ったことない魚種、いろいろとね、あの教えてもらおうってことになったんで、お邪魔すると思います、このババアが、すいません皆さん、チャンネル登録されてね、楽しみに見てる皆さん、あの邪魔にならない程度で、はい、あの下手くそな私の、あ初心者ねっていうのを見たい人、ぜひよろしくお願いします。皆さん、あの原千秋さんですよ最近テレビで見ないからそう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 、休んでんのよ今昔好きでしたって言ったら、昔かよって言われました、過去かよっていうね、いいもう過去でいいよって言ったんですよ、本当に昔好きだったんですよ、ね、そうですね、みーのりの昔でありがとう、本当ね、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にずいぶん私も若いのに、すごいね、なんか釣りにね目覚めちゃっててね原千秋さんね大変なことになってますんで、やばいんですよ、もう千葉に移住してね、もう釣り三昧のもう放蕩生活を送ってますんで、あの本当に怒られる感じなんですけど、釣り頑張ってます、はいはい、ということで原千秋さんでした、あーありがとう、あ怖いね怖いね怖いよ、ほらすごいね美人、怖い怖い、すごい美人って言ったら怒られるけど、やばいのもう本当にね、すいません、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございましたさよなら、バイバーイ、また